はい、こんにちは、ゆうです。はい、ということでね、はい、あの、元くんの幸せについて僕が考えたこと、はい、出ました。おめでとうございます。ありがとうございます。そして、はい、動画を見ていただけたら分かると思うんですが、はい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 、最後僕が歌ってたり、はい、こうバックが歌ってたり、陽子の声が入ってたり、うん、なんかいろいろあったじゃないですか、はい、そして、まあ、MV とかね、うん、まあいろいろあったけど、うん、それサプライズだったわけじゃん。実は元くんには、本当にさ、すごくてさ、ゆうりが歌ってるところとかもさ、わざと抜いてもらって完成しましたとかって送ってたんで、うん、ああ、そうね、そういういろんな、なんか本当は見えないところでいろんなことを仕掛けてて、うん、そう、で、なんか今回、うん、そのなんかリアクションやっぱ取りに行くっつっても、うん、そんな簡単に取りに行けませんので、しかも行けなかったんだよね。そう、行けなかった、大阪で。そうそうそう、だから、うん、お母さんとお父さんにこう撮ってもらった動画がこう現代に送られてきましたので、はいはいはい、なんかそちらを見ていきたいなと思います。じゃあ撮ってもらっていいですか。VTR どうぞ。あと祈ります。あと45分誰が玄太さん。玄太さんそうでね、たまちょくちょくコメントにね、玄くんの新曲かもとか読んでる人いる。するこれだ。でも分からんぞお前、ちょっと本当にそれで落ち込むのに違って。落ち込まないよ。ほら、玄関の空間でしたとかっていうのが30件ぐらい来てる。今年最初最高傑作かもなって。お猫いて、ママいて。50件。いや、何かな。ほら、くーちゃんがいる。全然違ったらどうしましょうね、ゲンさん。ゆうりチャンネル。ね。泣くなよ。泣くよ。あ、なった、主人。主人なったのじゃ。あ、待って、俺、ゆうりチャンネルのメンションされてるから。YouTube でメンションされたって。あ、もう確定だ。マジで。確定だ。ちょっと一回止めようぜ、ちょっと。確定、確定。あげる。行くで。もう済んで。いくよ。すごくない？いくよ。はい。心して見ようぜ。いや、OK。緊張してきた。あの時の緊張なんだけど、まあ、口来て。緊張。向こう。あれ？ニコラの、いや、この座り方偉そうだな。めっちゃむくんでる。大丈夫かな。やっちゃったね。え、気にしないよね。うん、俺さ、違う、笑いよってなんだろう。笑いよか。はい、ということで終わりました。うん、でここやめていいんですか。神様は僕は今この瞬間に、うん、これマジモンだと思う。いや、これやめる。すごい体調させていただく。自分の声を聞いて恥ずかしくなってくる。うん、この曲大好き。そういうこととかも、そういう歌詞にして、僕やっぱ入院してて、当たり前のことがなんか当たり前じゃなくなる感覚とかが、やっぱりこうやって歌にできたなと思ってたから、それで当たり前の大切さとか幸せさとかを、音楽で伝えたいなと思って、うん、その気持ちに込めました。いや、うまいって、マジで。それをさ、キメラのボスとやり取りしてて、うん、そこでこうみんなでさ、うん、こうやったわけ。うん、で、実はもうそんな天才坊やだから、うん、これはもうすごいですよ。いや、本当に。でも、恥ずかしい。まあ、現代の気持ちは、こっちでなんか、うまく声変わりして、これめっちゃ聞きたいよな、あの風になって。すごい。かわいいだよ。でも、これからもさ、本当に音楽さ、一緒に楽しもうぜ、ずっと。はい。
歌も面白い。死ぬまで歌いてる。マジでこうやってね、あの歌が上手いと思って、キムライさんがこう、見つけてこうやり取りしてたけど、本当にね、今回こう、みんなで曲を作って、で元気に歌ってくれて、本当になんか素敵な作品ができたなと思います。で皆さんに届か、聞いてもらうのが、すごく楽しみです。ありがとうございます。おぉ。すげえ。すごい。LINE で聞いてないんだけど。まあ、元気のレコーディング終わったんですけど、まあ、ちょっと、そう、ちょっとサプライズちょっとやりたいなと思って、最後さ、元気で歌ったじゃん。あそこのアウトロ。ちょっと原稿も全然知らないし、びっくりさせたいということで、あそこをちょっとゆうチャンネルフル動員しようかな。マジか。日本すごいじゃん。ゲッタとジュンとナリはちょっと。すげえ。3人が あそこを一緒に歌って、で、原稿聞いたときに、あれキュウリ君とバクとヨコも歌ってるっていう風にしたいな。すげえ。素晴らしいんです。バラしちゃったよ。サプライズ。壊さないように先輩3人必死で歌いたいと思いますので、結構これ見せたら頑張りたいと思います。やばい。すごいね。さあ、もう結構帰ってすぐでこう。そう。行ってきます。行ってきますよ。はい。行きます。すげえ。言うことない？これもネットフリックス。やばい。やばい。ありがたいです、本当に。やば。でも、サプライズって言って全部バラしてたね。サプライズとは？今だってさ。今のサプライズ？すごいね。じゃあ、みんなで。本当に、素晴らしい楽曲を作っていただき、本当にありがとうございます。これからも。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。おい、楽しみに聞くのね。ゆりチャンネル。はい。どうですか。あの動画を見てる時の、周りをお姉ちゃんとお母さんとお父さんの反応を見てる感じも可愛かった。なんかもう本当にいい映像だよね。ね、うん、なんかすごく。いい動画でした。あの、そんな気分ですか。ちゃんと結構くるよね、これ。やってよかったと思った。でも、まあ、結局全部彼が歌が上手いから始まった。いや、もちろん。そうそうそう。でも本当にすごい素敵だなと思いました。そしてね、MV も、
あのこうサプライズだったので、はい、出るの知らなかったから彼に。そう。元くんね、はい。だからその MV を見てる時もこうカズのお父さんお姉ちゃんに撮ってもらいましたので。はい。あのそちらの動画も俺らも今初めて見るからそれでは、うん、第2 VTR スタート。いいじゃないか。すごいね。ジェイソンが素敵。作ってくれた。
ママとパパはこっそり動画とかバンバン送ってた。俺さ、送ってました。あの人のこと信用これからしないようにしてすいません、ちょっと信用するのやめますね。でもどうだった？よかった、もう最高。もう1419回だいやー、はい、ジェンさん、じゃあみんなにありがとうございますの一言だけです、もうすごすぎる、ね、感動したね。嬉しいね、うん、もう1回の心に対しての重みがすごい、もう今日あと 1,2 回しか見れないと思うんだもう心臓に悪いあーよいしょ。ゆうちゃんの神さん、こんにちは、ゆうです。もう流さないでくれ不調だ本当に歌がやばすぎて、これはみんなが知るべき声だと思ってできた曲がリリースされることになりました。歌いきれない、もちろん自信はあるよ、ゲン君が歌っててすごくいい曲だったんだけどもせっかくゆうチャンネルでこうやったから、何かサプライズしたいなと思って今しかないよゲン君ってこう歌をやっててさ、すごくいい子なわけじゃん。絶対今後のスターになるなって俺は思ってて、この曲なんだけど、歌がさ、ちゃんと1番から最後まで、みんなから聴いてほしいなって思うとか、皆さんの人生にとっての大事な曲みたいな、もしもプレイリストがもしもあるのであれば、その中に入れていただけると、すごく嬉しいです。そして、まあその中には僕の曲もちょろっといくぐらい、すごく嬉しいですけど、そんな感じで、ちゃんと終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドはご参加、皆さんもお会いした。この曲でエンディング迎えるやったー、すげー、すごいじゃん、ね、ありがとうございましたね、すげー頑張るね。ゆりんちのブログを見て、本当にあと言葉に合わせないほどの嬉しさがありました。本当にありがとうございます。もう緊張して何も言えねありがとうございます。みんなはみんなはありがとうございます。ファンクラブの会員になってます本当ありがとうございました。引き続き、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、ということで、はい、もう鼻の奥が痛い結構やばいよなこれ、うん、でなんか別に、うん、そのなんか悲しい話もないから、うん、あれなんだけど、うん、そのなんと普通のあのお母さんと、うん、父さんの涙っていうのは、うん、いつになってもいや強いねやばいよね。なんかさ、うん、こう歌った時はさ、うん、歌ってもらった時、うん、こうなんだろうな、この曲マジいいなと思って、うん、この声マジいいわとか思ってさ、うん、できたわけじゃん、うん、でこうサプライズをしてさ、うん、本当にすごくびっくりしてくれて、うん、でこうなんか家族とかの動画を見てると、うん、であの家族だからこそこの声があるんだとかさ、あの歌い方とかやっぱいろいろあったのかなって。元君の声ってさ無邪気な声だし、うん、スッと入ってくるんだよね、うんうん、しかもこうリズムともやっぱ全部備わって、うん、さらにその上に無邪気って、うん、それってやっぱすごいよ。だっていろいろテクニックを覚えちゃうと、うん、やっぱり俺とかもさたまになんかちょっと上手いだろみたいな感じの声になっちゃう時ってさ、うんうんうん、調子乗ってるとかじゃなくてやっぱ覚えていくとさ、分かる分かる、それをひけらかすじゃないけどさ、なっちゃうことってあるんだよ、うん、君には分からないいや俺もちゃんとちゃんと君はかしい分かる分かる。でもさ、うん、やっぱりこう写真だってそうじゃん、うん、まあまあまあ写真上手に何に対しても言えるこれがやっときゃいいんでしょ、うん、みたいなさ写真になっちゃったり、はいはいはい、動画だってさ、うん、こういう編集すればいいんでしょ、うん、とかなっちゃうかもしれないじゃん、うん、俺たちはこうやっぱこうプロはプロだ、ね、一応、うん、何かしらのね、うん、だからそういうのを隠しながら見せないように、うん、ただこうちょこちょこ入れていくっていう、このいろいろ考えながら歌をやってるけどさ、元君はそれを自然にやってるわけじゃん、うん、まあ、俺たちも自然にやってるんだけど、そのなんつうのいろいろ覚えてんだけど、うん、それもテクニックだと思わずにこうやってる感じが、なんかそれがすごくいいなと思って、うん、あの年齢だとさ、うん、家族ありきですから、うん、なんかそこがすごくいいなと思って、いいサプライズできたな、いや本当に、うん、ちょっと監督じゃないですか MV の、ちょっとその話全然できてないから、あちょっとせっかくだからちょっと、まあ、めちゃくちゃ送られてきたの、素材が、うん、写真ください、うん、動画くださいって言って、うん、すごい量だったの、うん、そっからまず抜粋するのが本当に大変で、うんうん、どのシーン使えば届くのかなみたいな、うんうん、とかもう選んでる時に、うん、まあ、曲も
流しながら聴いてるから、うんうん、辛くて本当にちょっと一回タバコ吸ってくるやばいやばい、辛くてっていうのはこう感情が溢れすぎちゃってる、そう、うん、時間かかっちゃったのね、うん、でもその元くんが本当にどんな反応するのかが、うん、めちゃくちゃ怖かったから、うん、正直、うん、ああそういうことね、なんか良かったな、うん、喜んでくれ、なんかいいもんマジで結構報告だわ俺どうすか先生、いや最後に締めてくださいよ、いや本当にね、うん、元くんあなたは天才ですおいそれお前高いに言われてるやつだいやいやでもマジでそうなのよ、うん、ちなみにこうミュージシャンの友達とかにも、うん、会うたびに勧めてんの、うん、その度にもね、うん、あの本当にいい声だねとか、うん、どこ行っても言われんの、うん、最近あの自分の曲じゃなくてこの曲について褒められてます、うん、でもね、うん、最近の動画でも多分言ったと思うんだけど、うん、やっぱりこう音楽を目指す、うん、ですごく大変だと思うし、うん、なんか音楽で飯を食うのってさ、うん、それっても夢のまた夢の話だと俺も子供の時やっぱ思ってたし、うん、そんなの目指していいのかなとかいろいろ思ってたけど、うん、やっぱりこうやって努力をして、うん、で音楽に対する愛がすごく強ければ、うん、なんかそういう人たちを見つけて、うん、チャンネルメンバーで、うん、なんかその人たちの、うん、なんか背中を押したり、うん、こう道を、うん、なんか作ることはできないけど、うん、こういう道もあるんじゃない、うん、とかさ、そう戦う武器はこうなんか渡してあげれる楽曲だったり、うんうん、なんかこう YouTube で取り上げたりさ、うん、手伝えることはすごくあると思うし、うん、俺たちだからこそできるじゃん、うん、やっぱこうミュージシャンで YouTube やってるってのはあんまりいないからさ、うん、なんかこう手伝えるようにちゃんと自分の音楽も頑張って、うん、やっぱ説得力がないとあれだからね、うん、音楽も自分の音楽も頑張りつつ新しい子の背中を押しつつ、うん、自分も忙しくて大変で、うん、苦しくなる時もすごくあるけど、やっぱこういう動画を見ると、うん、なんかもっともっと俺も頑張れるなっていう気持ちになるので、うんはい、なんかこういうのあると俺もやっててよかったなと思える、そう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 、だからね、うん、本当に今回の企画は元くんにとってもなんかすごく喜んでもらえてよかったなと思うし、うん、僕たちにとってもすごく力になったっていうか、マジそう、本当に心のお薬になった感じ。なんかね。大丈夫。いや最近正直大丈夫じゃなかった。いや最近そんなやめてくれこんないい動画で。いやでも本当に、うん、今日この動画見て、うん、これいいよな。俺なんかわけわかんないことでグズグズしてるんじゃなくて、うん、忙しいでさ、うん、悩むのすごいいいことじゃん、うん、なんかもっともっと頑張ろうっていうすごい気持ちになったし、うん、本当にね元くんのおかげで、うん、もっともっと音楽も頑張れるような気がしたし、はい、なんか本当皆さんのコメント見てても、うん、なんかすごく力になるので、はい、本当にねこれからもゆりチャンネルをこう応援していただけると本当に嬉しいです最後なんかへんてこなこと言って本当に申し訳ございませんでしたリアルリアルごめんな、いやいやいやでもね本当になんかみんなで作り上げた作品がこうやってたくさんの人に届いてすごく嬉しいです、皆さんもねこれからたくさん聞いていただけると本当に嬉しいのでよろしくお願いします、チャンネル登録グッドお忘れなく、皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。